天下人を退けたな。つかの間の平和だ。倍する兵ですぐ襲い来よう。それもよい。今生きていられる。軟弱だな、島津。お嬢とこうしておられるのも生きておればこそよ。こういうのも悪くない。立花もそう思う。言っておく、次の戦軍港で負けぬからな。分かったから静かにしてくれ。猫が怖がってはかわいそうだ。ああ。